辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票は2019年2月24日に沖縄県が実施した住民投票である。本投票は沖縄県の住民投票条例に基づくものであり、以下単に条例と記した場合は根拠条例である辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票条例を指すものとし、 条例の条文については特に断らない限り、辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う、県民投票条例の一部を改正する条例により、改正された後の条文を指すものとする。正式名称、普天間飛行場の代替施設として、国が名護市辺野古に計画している、米軍基地建設のための埋め立てに対する賛否についての県民による投票。日本国政府が、 在日米軍海兵隊普天間飛行場の代替施設として、名護市辺野古地区に計画している、米軍基地建設のための埋め立てに関し、県民の意思を的確に反映させることを目的として実施するものである。一般に海岸部の埋め立てに関しては、こういう水面埋め立て法において、国土交通省令に基づいて、都道府県知事が免許を行うことと定められており、 これの判断材料の一つとされるものである。普天間飛行場の名護市辺野古への移設に対する是非を問うと報じるメディアも少なくないが、正確には建設のための埋め立てに対する賛否を問うものである。沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙権を有する者を投票資格者として、無記名により埋め立てに賛成、反対、またはどちらでもないを択一で投票する。 投票結果について、賛成、反対、どちらでもないのいずれかの投票数が、投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事は、その結果を尊重しなければならないと定められており、その結果を知事が、内閣総理大臣及びアメリカ、合衆国大統領に対し通知するものとされている。2018年5月23日、自由と民主主義のための琉球。 沖縄緊急学生行動代表の元山人志、志郎が代表を務める市民団体、辺野古県民投票の会が、地方自治法に基づき県民投票に向けた署名集めを開始した。この署名は7月23日に終了し、7月末から8月中旬にかけて各市町村の選挙管理委員会で審査が行われた。9月5日、 必要数となる有権者の50分の1の約4倍に当たる92,848八筆の署名を集めて沖縄県知事に県議会への条例案提出にかかる直接請求を行った。これを受けて県政与党である会派沖縄や社民、社体、結連合と日本共産党らが中心となって沖縄県議会に選択肢を賛成反対の二択とした。 条例案を提出。これに対し、県政野党である沖縄自民党と県政では中立的立場を取る公明党は賛成、反対に加えてやむを得ない、どちらとも言えないを加えた4択とする案を提出したが、10月26日に野党案を賛成少数で否決し、与党案が賛成多数で可決成立、条例は10月31日に交付された。 条例では交付の日から起算して6ヶ月以内に実施することが定められており、2018年11月27日に2019年2月14日、告示、同年2月24日投開票のスケジュールが発表された。県民投票の実施にあたっては、沖縄県知事の玉木が直前の県知事選挙でオール沖縄勢力の支援を受け、 名護市辺野古に新基地を作らせないことを公約に掲げて初当選しており、移設反対の民意を背に移設を阻止したいとの考えがあったと報じられている。投票にあたっては沖縄県知事が執行すると定められている一方で、実際の投票事務は地方自治法の規定に基づいて県内の各市町村が実施するものと定められている。これに伴い沖縄県下の各市町村では、 県民投票事務執行のための補正予算が市町村議会に上定されたが、うるま市、沖縄市、宜野湾市、糸満市、宮古島市、本部町、金町、与那国町の8市町で補正予算案を否決。沖縄、宜野湾、宮古島の3市は再議でも予算案が否決、または投票事務にかかる予算が削除された。また、石垣市でも同様に補正予算案が 再議も含めて否決された。地方自治法第177条第2項の規定では、議会が投票事務にかかる予算案を否決した場合でも、主張の判断で、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上して、その経費を支出することができると定めているが、宮古島、儀の案、沖縄、石垣、漆の都市の市長が、原案執行権を行使せず、 県民投票不参加を表明、県民の約3割が投票権を行使できない可能性が高まった。まず不参加を最初に表明したのは、宮古島市の下地敏彦だった。反対の理由として、下地宮古島市長は、議会の判断を尊重した技能案、議の案市松川正則市長、投票結果によっては、普天間飛行場の固定化につながる懸念が極めて強い。 沖縄市の加江町選府市長は、名護市の住民投票では、市民が分断され雰囲気が暗くなった。こういう経験をさせたくない。石垣市の中山義孝市長は、埋め立てに、ノーという多数の意見が出ても実際に工事は止まらない。漆馬市の島袋敏夫市長は2択投票ではなく、4択とする要請検討してほしいなどの理由を挙げている。 これら5市の補正予算案否決の動きに先駆けて、2018年末、自民党衆議院議員の宮崎正久が、沖縄県内の保守系市議会議員と勉強会を開催し、投票事務関連の予算案を否決するよう促す資料を配布していたことが報じられた。沖縄弁護士会は、異例の声明を出し、法の下の平等の見地から、極めて不合理、県民投票の権利は、 全県で保障されるべきと主張した。1996年の県民投票では、沖縄県と市町村の間は上下関係にあり、投票事務は、期間委任事務により行われていたことで条例によって、県に一定の強制力があったものの、2000年の改正地方自治法施行により、都道府県と市町村は対等な関係となり、条例での投票事務は、 自治事務に過ぎないために県に市町村に県民投票を強制する権限はなくなったことも一因にあった。この時点で玉城知事は一部自治体が参加しなくても県民投票を実施する意向を表明していた。こういった状況に沖縄県議会議長の新里米吉と県議会議員の近所を務が調整に乗り出し妥協案として賛成、反対に どちらでもないを追加し三択とする条例改正案を提案。自民党も含む全会派が2019年1月24日にこの改正案に合意し1月29日の県議会本会議にて可決成立した。ただし自民党の一部から造反者が出たことから全会一致とはならなかった。その後、党内から造反者が出たことの責任を取り自民党。 沖縄県連会長の照ヤ森幸が辞任した。三択案成立を受け、不参加を表明していた後市の市長は投票の実施を表明し、2月24日に県内全市町村で投開票が行われることが確定した。2019年沖縄県民投票の結果、県民投票の結果は次の通りとなった。琉球新報によると、事前調査で三択では、 どちらでもないが25.8%となり、日択よりも賛成が約10%、反対が15.7%低くなった。事後調査で投票に行かなかったと答えた危険者の賛否打ち分けは、賛成が42.6%と、どちらでもないが36.4%で、割合が高く、反対は29%だった。この県民投票は、 日本国憲法第95条に基づき特別法を制定するためのものでも、地方自治法に基づき議会の解散や主張、議員の解職を求めるものでもないことから、総務省は、結果に従う義務を定めた法律は存在せず、法的拘束力はないとの見解を示している。一方、法学者の小林説は、日韓現代への寄稿で、辺野古への米軍基地の移設が法律ではなく、 行政処分により行われているのは形式論でしかなく県民投票がその地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ国会はこれを制定することができないと定めた日本国憲法第95条の法囲に沿うものだと主張しているネットでの抽象やテマの拡散にもかかわらず実際の県民投票では埋め立て反対派が勝利したことに関し 文筆家の古谷教皇は、沖縄デマや、沖縄ヘイト戦略の最盛期は2018年で、限界に達したのではないかと評している。2019年2月25日、日本維新の会所属の下地紀夫衆議院議員は、自身のツイッターで、反対派43万4273票に、投票に行かなかった55万余の県民を加えれば、反対は43万人超。 反対以外が計71万人との結果になったとの持論をツイートし、これがツイッター上で、三木夫さんと命名され論争となった。下地の持論について、ジャーナリストの今井はじめは、参加しなかった人の意思まで反映されることになれば、民主主義は成り立たないと指摘した。一方、自民党会派の沖縄県議は、米軍基地の整理、 縮小などの賛否を聞いた1996年の県民投票では賛成が有権者全体の半数を超えたことを踏まえ今回の反対は全有権者の38%しかない十分な民意だと言えるのかと県議会で質問するなど県民投票の結果に疑義を唱える議論もあった2019年2月26日防衛大臣の岩谷武氏は 記者会見で県民投票の結果に関し、沖縄の民意というのは私どもしっかり受け止めないといけないと述べた上で、国も民主的に選挙された国会によって内閣が構成され、時の政権は日本の国の安全保障という大きな責任を負っているわけで、私どもはその責任もしっかり果たしていかないといけないと持論を展開、基地建設を継続する立場を表明した。 国民民主党所属の衆議院議員である原口和弘は軽率な発言、ただでさえ差別を感じている人たちにこんなことを言っていいのかと批判した。ありがとうございます。